すいません今日実はですね、ちょっと JK 組とかで集まってお仕事する機会があってね。そうで、ん？あれ洞窟ですね、あそこ行きましょうか、せっかくだからね。で、終わった後にね、凛先輩とかは早めに帰りまして、で、私と楓ちゃんは、私はね、ご飯を食べたかったんです。早速ありましたね、石炭が飛んで火にいる虫の石炭なんだ、ちょっと私、口をリセットしよう。はい、全然開かない。あ、なんかすごいずっと愕然とした顔になるように。でも口はよく開く、もうこれでいいか。で、よいしょ、楓ちゃんと、これから私はね、別に、誰が行こうが行かまいが飯に行きます、誰かついていく人はいますかと言ったら、楓ちゃんがじゃあ行くわって言って、こう2人でねお肉を食べに行ったわけで、楓ちゃんはそれをね、なんかインスタに上げていたので、もう知ってる人は知ってるのかもしれないというふうにね思いつつという感じで。え、口開いてない？開いてますよね。もうこれで、もうカメラの位置の問題か、これはな。はい、で、いろいろと話しながら、何の話したかな。そのなんかあれですね、ミトと楓の像ももうすぐできるよみたいな、もしできたら見に来てねみたいな感じのことも、話しながらね、こう行きまして。はい、で、いや、めたくないですよ、これ私自分の顔をカメラに映してるわけですからね。ここら辺掘り進めましょうか。うん、いいんじゃないのかな、ここを拠点とするということで。こういう普通の壁掘るときは幸運のツルハシは聞かなかったことにするか。よいしょ、なんか聞こえましたよね今。何食べたん？あ、そうなんですよ、そのね、なんかご飯屋さんに行ったら、なんかディナー、私たちが肉を頼んだらディナーしかやってなかったみたいで、あ、すいません、今ディナーでしかこのなんかお肉は出せなくって、ランチハンバーグになっちゃうんですよって言われて、ハンバーガーになっちゃうんですよって言われて、あ、そっか、なら仕方ないか、じゃあ大丈夫ですって言って、外でねしばらくうろうろしてて、何食べよっかなみたいなの外でうろうろしてたらね、店員さんがね、追いかけてきてくれて、どうしたんだろうって思ったら、ディナーのやつやっぱお出しするんで大丈夫ですよって言われて、ありがとう。あ、探索終わったな、ありがとうございますみたいな。そう、いや、なんかそういうね、で、しかもなんかちょっとできるまで待ってもらっていいですかって言われて、で、はいって言って、こう待ってたらね、待ってる間寒いと思うんでって言って、なんかスープをねサービスで出してくれて、びっくりしましたね。私はこんななんか下町人情みたいな店あるんだって思って、すごいありがたかったですね。どうしたんだろうか。そう、インフルエンサーなのバレたな。あ、バレた？